ホールバルブ、チームはまとまったんだけどここだけまとまってなかったっていうねだん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 追い詰められていったんですよ。みんな泣き崩れたじゃない。そう、さすがですよカズさん、うん、こうやって音楽聴きながらこうやって来て、俺これね多分あんまり行ったことないと思うけど、うん、神業だよやっぱりねはい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。さあ、大丈夫も岡野さんに ね、 そうですね、すごいこの間も楽しい話を聞いて、ね、大好評。いや本当にいろいろね、もう包み隠さず話す方だから本当ちょっとびっくりしましたね。そうでしょ、はい、だからもっとフルビーぶっこんでね、まあ、そうですね、そういうのちょっといきましょうよ。お題はじゃあ何。いや、まあ、まずは、うん、まあ、出会いも聞いたんですけど、うん、やっぱり僕ら一番聞きたいのは、うん、ジョー・ホールバルのことなんですよ、うん、ほうほうほう。やっぱりこうね、前回のお話あった通り、うん、控えとしてこう2人ともくすぶってた状態から、うん、出場していくわけじゃないですか、うん、やっぱこの辺の、まあ、チームの内部的な、うん、ところのちょっと今だから言えるような話とか、うん、あこの辺はぜひもう本当視聴者の方も聞きたいと思うんで。ああそう、はい、ね、前に話した時にその結局岡野くんがいなかったでしょ、はい、あの会見した時にねでみんなでそうフロアに集まって選手だけで話し合いをしたっていう場にね、うん、後からこう遅れて岡野くんが入ってきたんだけど、うん、俺はねここでちょっとね話し合いができたのよ、うん、今まで先輩後輩とかってやっぱりあんまり言わなかったんだよね、うん、だけどもうやっぱりもういろんなことを言ってくれって井原さんがまあキャプテンだったし、うん、でそういう人たちがいろいろこう言ってきて、うん、で俺たちがこう発散するというかね、うん、いやこれはこうだっただろうああだっただろうっていう話で、それでクッとこうだからチームが少し近づいたというかね、うんうん、それは初めて面と向かって言ったってことですか。メディアには結構言ってたわけじゃないですか。お二人はメディアには言ってたけど面と向かっては言ってない。あ、じゃあそこで初めて面と向かってそう言える環境を作ってくれたの、うん、上の人たちがね、うん、だからじゃあ言おうよって話になって、うん、それでいろんな話をしてそれでまとまったんだけど、その時にはあんまり岡野くんいなかったっていうねそうだからチームはまとまったんだけどここだけまとまってなかったっていうねそうそうね、そうそうそう。でもあんな話なんかしたことないですよね。ないね、うん、今まで、うん、なんかみんなで飯食おうとかみんなで何かしようってのはないですもんね、うん、なかったなかった。あの代表そうなんです。そう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 、だから本当にだん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 追い詰められていったんですよ、うん、でその後に岡田さんが監督になって、はい、ですぐさウズベキスタン行ったじゃない。そうウズベキ移動してね。あれはね俺今でも覚えてるけど、うん、あれも結局岡田さんがちょっと俺らさメガネとかって言ってたじゃない、うん、コーチだったからまだ。そうだね、ね、そうだね、近いからね。だけど岡田さんも監督になって覚悟決めてやるのかってなってさ、そうそうそう、結構ギュッてなってさ、うん、ですぐもうウズベキスタン行ってさ試合があったじゃない、うん、あの時引き分けたじゃない。そう引き分けだったね。あれみんな泣き崩れたじゃない。そうもう勝ちに行ってたからね、もうダメだって自力がなくなっちゃった。そう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 、あれで岡田さんが、うん、僕はあのなんかの番組出た時に、うん、あの時岡田さん40歳なんですよ。うん、40ですよ。見えませんよね。見えない、まず見えないね。確かに今もう変わってないですよ。まあそう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 、ね、40でよく引き受けましたねっつったらバカ野郎と、お前断ったに決まってんじゃねえかと、うん、俺は鴨さんの右腕でやってたと、うん、だから俺はそんなできませんって断ったけど、まあ、すぐウズベキスタン戦があったから俺は引き受けたと、うん、でも1試合だけやりますって言ったら引き分けちゃった。そう引き分け。そしたらみんな泣き崩れた姿を岡田さんが見て、そっかサッカー協会とスタッフがだけじゃねえんだ、選手こんな思いでこいつら背負ってやってたんだっつって、うん、岡田さんはもう俺覚悟を決めてっつって俺は一緒に心中するみたいな感じでやったって言ってましたね、うん、あちょっと今いい話だったんでカットしてね。そういうのいらない。まあそういうのいらないの。そういらないの。そういうの。そういうことでないね。で岡田さんまあまあそんな感じだったよ。まあでもそうなんだね。うん、だからもう、うん、あそうなんだ。で後からね、後から知った話だから。うんうん、でも40歳でさ、で見えないじゃない。見えないんだけど。また怒られるなこれ俺。また嫌われんじゃん俺先輩。また嫌われますよもう本当に、もうだんだんどんどん嫌われていくよ本当に。そう。いやだけどやっぱりそういうね覚悟を決めてって、いや本当にみんな泣き崩れたんだねあの時ね、うん。本当にもう切羽詰まって、そう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 、で結局鴨さんがああいう風に更迭されたけど、そう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 、やっぱり選手のせいだと、うん、俺たちのせいだよな、うん、ってなったんだよね。で俺たちがやっぱりもう一回ねやっぱり頑張ろうぜって言って、あの辺からちょっとさ
ファミリーみたいな。そう。なって。ね、そう、ぐっと近づいてね、うん、そうなって、でも試合やったらやっぱ引き分けになって、勝てなかったね。で、ああ、もう絶望、本当にもう、崖っぷちにもう追いやられてっていうね、うん、段階になったっていうね。サポーターも暴れたりね。そうそうそう。いろいろあったし。あったし。鴨、うん、さんがその前かな、うん、あの解任される前に移動したんだよね、朝方。うん、ね、朝、試合終わってちょっと仮眠も取れないで3時とか4時ぐらいにね移動したら空港でね倒れてね倒れちゃったの鴨さんがねでバーンってね頭打ってやっぱ本当にそうなの、ね、いやそうなのでそれで連鎖反応というかそれ見た屈強なさんがそれを見て倒れていくわけですよで、ダメってなってさで俺はあの全然こんな感じなんで、うん、パーって見てみんな口塞げって言ったんですよ。バレてると思ってて。なんかね、みたいなね、受けた。なんか巻かれてるぞっつって。で、こうやってやってて。そその後に、一番やっぱりさすがですよ、カズさん。うん、で、音楽聴きながらこうやって来て。どうしたどうしたって言うんで、いや、なんかやべえ、巻かれてるかもしれないっつったら、そんなはずねえだろっつって。それで、どこ行って、つってバーンだーって、ね、叩いて、そうしたら、こう。記憶は戻ってそうそうみんな座り込んじゃったもんねそう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 座り込んでてでカズさんと岡野くんとか俺たちとか全然平気なグループがちょっと集まってでカズさん一言やっぱ俺たち朝まで遊んでるからなっつってねこね俺らだってこっからだもんなそう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 俺たちはこの時間からだったら普通だったらこっからだからねってやっぱり免疫あるなみたいなことを言っててそうっすねっつってみんなでそうそうそうあったねあったねそういうこともあってさあったあったあったでもあれ考えたらやっぱり鴨さんは相当やっぱりこういやいや大変だったプレッシャーもかかってたし大変でしたよねだからああいう姿もいろいろ見て鋼鉄になってとかねいろんなことがあったからだから頑張ろうってね一つになれたっていうのもねまあ鴨さんには申し訳ないけどもいや本当に本当にそうだけどやっぱりその後すごくね選んでいただいたのによく俺選んだよねだからいや本当絶対選ばないよ俺監督だったら本当にいやいやいや思わない本当めんどくさいもん本当にすっごいめんどくさい人だよ本当だってさ俺代表のさ、うん、一番一発目よ、うん、キャンプみたいに行った時さ、うんうんうんいきなり寝坊だから寝坊さあラモスさんとかまだ いる頃よああテスさんとかねおっかない人たちが一気に俺寝坊してってやべえっつってさすいませんっつったらさみんなでてめえ大物だなって言われて全然大物で俺ずっとすいませんっつってだけどあのねそういう時って合宿でしょだからさやっぱ早く寝たりするんだよねで普段さそんな早く寝ることもあんまりないし一番ねお酒とかも飲まない時にこういうことが起きちゃうわけそうそうなんだよねそういうの多いのでちゃんとこうみんなでね遊んだりねいろんなことしてる時は、うん、やっぱり気がどっかにあるからそう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 で遅れないんだよねだけど結構常習犯だよ結構遅れたりするこれあったよ ね結構、うん、結構あるえいすいませんっつってだからよく選んだよないやほんといやだからあれはやっぱり鴨さんにやっぱり感謝するべきですよね本当なんかいろいろまあ本当ですよもう絶対他の監督だったら誰も選ばないと思ういやそんなことないそうやっぱもうあれはもうあの岡野さんのあのスピードはやっぱり僕らもね一サポーターとしてこう見てても、うん、やっぱ武器だったわけじゃないですか、うん、代表のね、うん、あのスピードってもうあの当時事件の中でもダントツじゃないですかダントツだよだってやっぱりあれはちょっと見て楽しかったですいやだから岡野伝説ってねいろいろあってね、うん、抜臭を履いてそれ聞きたかった犬にねそうなんだ犬に飼っちゃったみたいなあれってなんじゃあれはね、うん、抜臭に履いて、うん、で俺は小学校の頃早かったんだけど、うん、中高ってそんなになんかちょっと成長期も遅くて、うんうんうん、あんまり足も速くなかったわけ、うんうん、で皆さん絶対想像つかないけど僕どっちかって言ったらその高校サッカー部なくて僕が作ってたんですね、今の立正大湘南っていうところ、うんうんうん、だどっちかというと僕はみんなを生かすタイプだったんですよ司令塔みたいなであんまりそうダッシュというより誰か速いやつを走らせるみたいなで大学行った時にその体育学科だったんですよ、はい、で初めて 100m 測るわけですよ測んないじゃないサッカーの練習なんで 100m はさ行けば単位もらえるって言ったからさ行くわけじゃないで俺バッシュで行ったじゃない、うん
したらさ、みんなさ陸上のスパイク履いてるわけよ。ああ走りやすいね。うん、まあ授業だから、もうもちろん買ってるんだね。買えって言われて、で俺知らないからさ、バスケットシューズで行ってさ、そしたら陸上部がさ、ちょっとサッカー部早そうだから一緒に走ってくんないって言われて、はいっつってさ、で走ったのに、勝っちゃったわけよ。その時10秒7が出たんだよ。10秒 7, 7なんですね。超早いじゃん。早くないですか。でびっくりして、でこれ本当武井壮さんがあの今ね、あれですけど、その時はまだ大学生の時にたまたまそこにおられて、ラジオで言ってくれてるんですけど、あの僕日大だったんですけど、武井壮さんは違う大学だったんですけど、まあグラウンドがなくてちょっとそこを借りてやってたら、びっくりしたっつってラジオで言ってくれたんですけど、それがもう後の野人ですって言ってくれてるんですけど、本当なんですよ、バッシュで。すげえ。だって10秒なって変な、オリンピック出れるじゃん。いや出れるよ、本当出れる。ジョイナーより速いですからね。ジョイナーより速い。なんでジョイナーになったの。ジョイナーだって世界女子で一番速いのに俺の方が速いんだから。確かに古いジョイナーと世代が。でそので、僕はそのアルゼンチンすごい好きで、マラドーナが、でその時にカニーヒアって選手が出てきたんです。カニーヒアも10秒7だったんですよ。だからちょっと同じようなプレーできるかなと思ってビデオを見て、今までと違うサッカースタイルにしたんですよ、蹴って走るみたいな。そしたら J リーグ始まってさ、で俺みたいなあんまりいなかったから、ただ目立っただけなんですよ。それでまあ誘いが来たみたいな、フラレーズに入ったみたいな感じですね。髪の毛もさ、カニヒアってこうちょっと長くなかった。 それ真似してんの。真似してんの。そうなんですか。そうです。でカニヒアの真似してるから7番つけたんですよ、レッツも。ああそうなんだ。でもうこれカニヒアってもうすごいあのかっこいいわけですよ、なんかこう金髪で、かっこよかった。でアルゼンチンでエンジェルって言われてる。ああエンジェル。裏でなんて言われてたんですか。野人。全然違う。全然違うんじゃないですか。まあまあそれは良かったんだけど、まあそうですね、後々ね。そうだね。だけど本当に早いから。そうですよ。ミスキックしてああ失敗したと思って、もうあーゴールライン出ちゃうなっていうのも追いついちゃうからね。あれはちょっと本当に脅威だったもんね。だから俺は思うんだけど、サッカー選手じゃなくてやっぱり陸上行った方が良かったと思う。そうかな。だってね、サッカー下手だもん。ね。サッカーだったのあれ。サッカーだったの。だから本当にちょっとね、申し訳ないけども、こう先輩に対してね、全然よ。そうコントロールできないし、そうボールもあんまりこう蹴れないし、そういう人でやっぱ走ったら速い、でだけど年々上手くなってくるの。代表で一緒になるでしょ。したらね、どん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 ね、こう技術が上がるの。だから年齢関係ないんだなと俺思って。七海君それはさ、そばでさ、みんなのこと見てたからさ、それ徐々にさ、なるほどなと思って見てるわけ。シュート練習とかも、ああそういうの見てるね。なるほどねって、そういうふうに、あなるほど、そういう角度でやってんだとかさ、それは見るわけだ。確かに。そっか、見ながらやっぱり学んだんだね。そうそう、学んだ学んだ。そういや、だけど俺ね、びっくりするのが岡野くんのスパイクなのよ。岡野くんのスパイクのかかとって普通ね、みんな硬いかかと入れる。もちろんね、やっぱボール蹴るからさ。でそうなんだけど、岡野くんはね、この硬いかかとを全部抜いて柔らかい、そうそうそう、くにゃくにゃくのスパイク履いてましたよね。あれだったらボール蹴れないのよ。ただ多分走り用に多分作ってんだと思うんだよね。あれボールって蹴るの。いや一応蹴るんだよ、ボールサッカーだからね。じゃあ俺ね、ここのかかとがすごいこう出てるんですよ。あ、骨が出てるってこと。骨が出てるから、すごい靴ずれで悩まされた時に、俺リーボック履いてたじゃん。履いてた履いてた。ですごい相談して、で俺と石塚ぐらいだったんだよ。石塚とほらベルディ行ったら履いてんのが、で俺代表に選ばれたから、結構リーボックさんが結構特別にさ、俺のことやってくれた。いなかったから代表で、その時になんか全部測ってくれて、でここにかかとどうにかしないといけないですねっつって、じゃあ一回脱いで見ましょうっつった時に、絶対さ、ありえないわけだ。そう、ありえないよ。だってたらまあ最高。ほんとはあ、そのかかとの骨だったんだ。あの時多分ね、8秒ぐらいだった 100m。 いや超速かった。いやいや本当速かったの。だけどボール蹴れないと思うんだよね、あれね。かかとにこう蹴る瞬間ってやっぱりこう力入るから、グッとかかとにも、あそこがギュッとこうなんか伸びる感じだったらボール蹴れないんだよね。だから蹴れなかったなと思う、多分。ボール蹴るの。ボール蹴るの。でも、でも俺って
なんかね、こうグイグイみたいに走るのよ。あ、足の裏で足の甲ね、掴んで。はあ、だからね、別にかかといらないかったんだよね。ああ、そうなんだ。はあ。で、ボールグイグイって走ってんじゃん、うんうん、で、ボールここにあるじゃん、うん、全然関係ない。関係ない。ボール浮いてきてる時もあったからね、本当にね。本当そうだよね。いや、でもそのぐらい速かった。だからパスも代表クラスの選手とかってやっぱりそれ生かすためにさ、はい、やっぱりみんな合わせに行くんだけど、普通で通常で合わせに行ったら早すぎちゃって、うん、やっぱりこう後ろになっちゃうの、ボールがね、うん、だからもう余計に岡野君だともう前に出す、うん、もうほんとギリギリで出ちゃうぐらいのボールが多分一番ちょうどいいってね。はあ、ちょっとありえなかったね。いやー、でもやっぱり速さはすごいよね。いや、そうですよね。だってあのぐらいの速い選手ってさ、伊藤純也とか今、うんうんうん、いる、うん、出てきてるけど、うん、でも比じゃないと思うんだよ多分ね、うん、あんなに速い選手いないでしょ、岡野君以外に多分。まあそうですね、秒数的に言っても長いとかか。そうだね、 FC 東京にね、速いね、あれ瞬発系で速い、うんうん、岡野君はさ長い距離速いじゃん、短距離もでも短いのも速いでしょ。速かったね。ねえ、短いのも速いし 100m まで長いのも速いんだからさ、こういう選手珍しいと思うね。そうですよね。だからそういう選手は絶対サッカーじゃなくて陸上行った方が良かったと思う。なるほどね。いや、金メダル取れたかもしれないよ本当に。いや、もしかしたらね。そうで、走り方もさ、岡野君ちょっと独特じゃん。こう、それも聞きたかったですね。そう、あれもね、俺この間ちょっと聞いたんだけどね、そういう理由があるんだってね。こうちゃんと綺麗に走ればもっと速いじゃないですかって言ったんだけど、あれはね、うん、やっぱりサッカーって結局コンタクトスポーツなわけですよ、うん、ぶつかる、だからこうやって腕の取り合い、うんうん、で、僕こうやって走ってたのはこうやってやるとね、引っかかるじゃないですか、はい、ディフェンスにね、こうで、例えば秋田さんみたいな人には絶対勝てないわけですよ、こうバーンってぶつかったら、うん、だからこうやって腕回してると引っかかるんですよ、この辺に、うん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 、そしたら前に押してくれるじゃないですか。あ、それで前に出れたっていう。相手の力を利用するってことね。そうで、あとチーターとかもこうやってこう尻尾を回してこう、うん、尻尾でバランス取るっていう、バランス取るんで、多分それで多分こうやってやってたんだと思います。だからすごいよね。俺ね、岡野君考えてんだと思ってサッカー。そうなんだよね、結構考えてたんだよ。いや、考えてた。俺ね、でもすごいよ、考えてたって言ったら、うん、これも裏話だけど、はい、一回ジュビロとさ、うん、俺これね多分あんまり言ったことないと思うけど、うん、ジュビロと試合した時にさ、うん、あのギリギリで俺よくセンタリングがあのクロス上げてたの、うんうん、ギリギリでギリギリでね、そしたらさ、うん、ジュビロの選手がさ、その後に俺にスライディングしてきたら肛門に入ったんだよ、うん、俺のお尻、うん、つま先が、うん、さ、うんこしたくなっちゃってさ。これ本当の話なの、うん、本当の話、これ今だから OK、うん、で、うんこしたくなっちゃってさ、うん、で、その時ヴィッセル神戸だったのかな、うんうんうん、白いあの短パン、あ、そうだね、漏らしたらもうバレバレじゃん、バレバレ。そしたらさ、ちょうどさ、あのジュビロってさ、このベンチの後ろにトイレがあるじゃない。ああ、すぐ後ろにあるね、あるある、うん、で俺さ、試合中にさ、うん、しらーっとトイレ行ったの。出てたの、これ本当の話だから。本当、そしたらさ、うん、その俺右、その時右サイドハーフやった、うんうんうん、で、右サイドバックのさ、吉村浩二、うん、がさ、ね、うん、急にいなくなったと、俺が、うん、いないな。あれっつって、なんか2対1になってる俺って。これ本当なんで、それ吉村浩二に聞いてよ。本当。本当嘘じゃねえか。すげえ。俺しらーって言ってしらーって帰ってきたの。本当。レフリーも分かんなかった。レフリーも分かんない。監督も分かってる。すごいでしょ。ああ、これすごい。これ本当の話だから。本当。吉村浩二に言ってみて。ええー。吉村浩二の言い方の方が面白いけど。本当。あんた何してんのと。俺急に敵が増えたみたいな。すごいね、いろいろあんだよ。はあ、そういうことだったんだ。それもな、やっぱ足早かったから。まあそうだね、シラッて行って、シラッて行って、トイレすぐ行って、もうすぐ行って、出たの、うん、いや出なかった、あ、出なかったんだ、出なかった、危ねえっつって、危ねえっつって、すぐシラッて入って すぐ追いかけてスライディングしてる。ホント。でもレフリー見つかったらイエローカードはね、多分出てっちゃったら勝手にね、まあ、そう、気づいてないな、気づいてない、すごいね、すごいっすね、神業だよやっぱりね。さすがですね。いやー、ということで、はい、本当面白い。いや、これね、まだまだ聞きます。申し訳ありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。